セプロラボプレゼンツトップ 3% 美容起業家列伝の第11回目の放送が始まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、パーソナリティを務めますのはプロラボホールディングス代表取締役会長の佐々木博之と広報宣伝グループの斉藤遥。そして今回はミスタープロラボの深夜先生も一緒に参加していただくことで3人でお送りしてまいりたいと思います。で今回の番、この番組はですね、美容業界の起業家の皆様から経営に関する思いですとかノウハウを伝授いただく番組でございまして、毎回その業界のその道を極めたゲストの皆様をお迎えいたしまして、トーク形式で番組を進めてまいりたいと思います。はい、では今回のゲストはですね、小顔サロンアゴラの代表の吉岡紗恵様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。超大物が、はい、よく言います。登場しました。美容業界を代表する、はい、この小物です。ありがとうございます。深夜さん初めてなんですか？あんまり来ないんですか？この ここ来るのはもう吉岡先生来るからって言ってます。キャー、ありがとうございます。ありがとうございます。いないんです。今度また新しい番組を。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にプレッシャーです。何をしますか？先生、ちょっと簡単に自己紹介だけ、はい、お願いいたします。はい、はい、では、簡単にですね、福岡出身の福岡育ち、はい、で福岡で、14年前に小顔サロンアゴラという小顔骨格矯正をメインとした小顔専門サロンを、オープンして、今に至ります。東京の方にも、恵比寿店があって、まあ、私にやってほしいなって言っていただけるお客様がいらっしゃるときは、東京の港区の三田の方で月に1回ぐらい来て施術を行っているんですけど、メインは福岡でサロンを開業しております。はい、福岡の生まれの福岡でね、事業をされて東京にも進出され、はい、そしてね、コロナ前は中国でも行列ができてましたね、先生の施術に。すごくすごかったですね。すごかったです。もう佐々木会長とすごく仲良くさせていた、仲良くって言ったらちょっとおこがましいですけど、いやいや、ありがとうございます。すごく仲良くさせていただいたのも中国がきっかけで、でした。中国でね、すごいね、本当に先生が施術すると中国の展示会で長蛇の列ができているのを目の当たりにしまして、はい、これはすごい先生だと。いえいえ、ということで、まあ、ありがとうございます。中国はやっぱ人口が違いますよね。本当ですね。もうすごい、すごかったです。もう本当規模がすごくて、いい勉強になりました。いやいや、ありがとうございます。それで先生ね、今日は、はいはい、吉岡紗恵先生にいろいろお聞きしていきたいと思います、はい、美容家の人もまた先生はお顔が広くてインフルエンサーでもいらっしゃるんで、たくさんの方がねこれまた聞いていただけると思いますんで、まずですね、吉岡紗恵社長にお聞きしたいのは、どうですか？で、あれですね、その独立のきっかけを、はい、お聞きしたいです。独立のきっかけですよね。もともと別のところでやられてたんですか？やってないです。あ、そうなんですね。はい、お店ではやってないんですけれども、小顔の点でいうとどちらかというとその施術者の経験ってなくって、教えるお仕事、技術を、そうなんですね。そうなんですよ、はいはいはい、まあ、コンサルティングというか、整体さんだったり、エステサロンの中にこの技術を取り入れていただいて、で、お店を活性化していくというコンサルティングみたいなののお仕事をしていて、そこからですね、はい、なんかその独立する決め手となったのはやっぱり実その技術がもうすごくて、
って言うとすごくスムーズな話の流れになるんですけど、はい、あんまりいい話ではないですけど、まあ、マイナスからのスタートです、正直言うと、お客様もゼロの状態で、なんかあまり詳しく言うとね、なんかちょっと害がある人もいるかもしれないんですけど、あのマイナスからのスタートで切羽詰まった状態で、やるかやらないかみたいな窮地に立たされてやろうみたいな状態ですね。なんか想像をかきたてられる、いろんなことを妄想してしまいますけど、詳しく聞きたい方はね、直接会ってあ、直接会って、はい、だから、あんまりね、そのどうやったら起業ができるのかとか、お客さん200人ぐらい確保したらオープンできるのかとか、いろんなことを聞くんですけど、ゼロからでもできますっていうゼロからでもできるし、お金を貯めないとできないとか、そんなことはないっていうのは、まあ、私がやってきて、はい、準備っていうのももちろん大事なあった方が、もちろん安心材料にはなると思うんですけど、本当にもうマイナスの状態から始めて、よしやろうって決めて1ヶ月半後にもうオープンしたんですよ。すごいですね1ヶ月半で1ヶ月半です。はもう本当に切羽詰まった状態ですね何があったらそんなにっていう、そうですね、その辺また詳しく、詳しくいずれじゃそうですね、そうですよね、そうですね、そうだったんですね、はいはい。まあ、企業っていうのはそのね、スタートアップって今ね言いますけど、本当に準備をこう緻密にしてればいいってもんじゃなくて、それよりも大事なのは、うんうん、もう本当に追い詰められてというか、まあ、背水の陣で覚悟を決める、そうですね、覚悟、うん、そうですね、覚悟と、うん、あとは何かを始めるときって、私がいつも基準にしているものっていうのが、一番最悪の状態と、一番最高の状態っていうのを用意しておいて、だからこれでもし思ったようにならなかったとき、例えば1年間赤字が続きましたって言ったら、潔くやめてトラックに乗ろうみたいな感じで始めてました。トラックに、トラックにダンプかなんか、トラックに乗ってる姿もちょっと見てみたいですけど、子供がいたんでね、はい、やっぱり守る立場っていうか、そうですよね、私一人じゃないので、やっぱり守るものがあるとやら、ね、誰かに頼ったりとかできない状態、そのお子さんももう大きくなられたんですよね。はい、上が22歳で下が20歳ですね。ああ、そんなに大きなお子さんがいるようには、一緒に歩いてたらカップルですもんね。ですね。歩いて、よく言われますね。歩きたがらないですけど。歩きたがらない。お母さん目立つからですよね。お母さん、なんだっけ、授業参観の時とかはもうグレーかベージュか黒で。来いっていう注文がありました。でもうすっぴんで来い。でも吉岡先生のこうお姿、ファッション、はい、本当にちょっと飛び抜けてますよね。そうなんです。遠くから見てすぐ分かるんです、うんうん、さっきもタクシー降りた。もう降りた瞬間に。ちょっと普通の一般の人の雰囲気じゃございませんよね。そうですか。ねおかしいですか。おかしくないです。らしいです。らしいです。はい、素晴らしいですよね。好きなこと、自分が好きな格好を ね。あんまりもう昔はどう見られてるかなみたいなのとかを気にして行動してたんですけど、なんか全然楽しくないっていうか全力発揮できないですよね、それあんまり気にしすぎると。でもたまにそう言われるとおかしいかなってちょっと改めなきゃとかはありますけど、改めればいいですよ。吉岡先生はそのやっぱこのゴージャスな見た目とそのなんていうか中身のギャップがいいですよね。そうです ね、 ね、義理と人情とね、人間臭さがすごいある方で重んじる、はい、その律儀な誠実な
その内面とのギャップ、はいはい、やっぱギャップこれだけある方もなかなかいらっしゃるの自分じゃ分かんないんですよね本当それは吉岡さんでしょう、もういつも感じます ね魅力ですね。なんか出してますか、義理と人情出てますね出てますか、のぶしのような、ね、すごい例えですね、のぶし、のぶし、のしか、はい、のはいらない、のはいらないですね失礼しました、女性なんですけど、はい、いい意味での、はいはい、そうです、もちろんですよ、はい、ねえ本当に、そんな吉岡先生ですけど、はい、ね、やっぱりこれをそういう中でも逆境の中でも立ち上げてこの続けてこられた、はい、続ける、そういう意味では何年ですかね、企業して14年目ですね、14年、うん、はい、14年続けて行くというのは難しいことだと思うんですけど、それは何が続けるこう秘訣といいますか、続ける秘訣、経営を続けるっていうのが難しいって、そうですよ ねよく聞きますよね、継続、もう自分が多分楽しんでやってるというか好きっていうのがもう根本にあるので、好きなことって続けなきゃとかそういう概念がもうそもそもない、ない、あっていう、ね、全力でこうね、はい、お客様を満足させようとか、はい、ね、そういうあれですよね、お考えが、そうですね、もう最初の立ち上げて何年目っていうか初期の方は、うん、やっぱちょっとごめんなさい大丈夫ですよなんかどうやって経営をしていこうかとか、そういうことを考えたりとかいろんな勉強をしていたんですけど、なんだろうな、途中からなんかいろんな試行錯誤、なんかこんなやり方、あんなやり方とかやっていたんですけど、そうしていく中でやっぱりお客様、継続して来ていただいてるお客様っていうのの絆というか、うん、そういうのは出てきてるから、やっぱり求めていただいてる方に全力でお答えしていくっていう、なんかもうずっと長い方って切れないんですよね、やっぱ時間が経ってるので、だからすぐこう回転がこう早いっていう状態の時って、なんかそのずっと走りっぱなしみたいな感じ、やり続けるみたいななんか感じだったんですけど、ご縁があった方を大事にしていくっていう風に途中でなんか変わって、新しい人をとかそういうのじゃなくて、いる人を大事に長くみたいな感じ、なんかそのお友達もそうですし、はい、お客様も多分関係がすごい太いパイプで強く結ばれてる濃いですよね、濃いですね、濃いですよね、多分濃いんだと思います、私が濃いんで濃いんだと思います濃いんだと思います、ね、だからなんかこう、うん、なんか広く浅くっていう方が、多分ビジネス的には多分いいんだと思うんですけどね、狭く深く、濃ゆくだと、それで大事に身近な人、ね、を大事にしているとこう広がってきたっていうか、長く続けられたってことですかね。だから濃いから紹介とかをしてくれるんですよね、浅い人ってそんなにないのかなっていうのがあるんですけど、その本気の紹介みたいなのを、してくれるので、本気の紹介？わかります。なんか、だから表面的に、例えばホットペッパーの口コミを書いてもらったりとかいうのももちろん、やってるんですけど、でもやっぱり本当に気に入ってもらってっていう方で紹介してもらう方って、その方もまた長くなるのかなっていうのはありますね。なるんですね。はい。なんか吉岡先生ってその技術講習もできて、で今もメーカー業みたいなことまでやられている中で、すごい現場に入られ続けているなって印象がすごいあって、そうですね、だからそこは現場主義、そうなんですよね、よく経営者のお友達とかはやっぱりこう任せていって、
ていうね、あのそういう戦略というか、広げていっ て、なんかそれも考えたことがあるんですけど、さっき言ったように私がやるのが好きなんですよね。あやるの職人さんのようなね、そうそうそう、するのが好きなんですよ。だからまあ動かなくなるまで私がやっぱり手で伝えたいっていうのが、手で伝えたい。なるほど、なるほどですね。どうしてもその技術ってテクニックなんですけど、人と人なので、その表面的なものではなくって、なんかこう手に魂込めて伝えていくみたいなものってあると思うんですよね。技術者ってやっぱり、技術者って多分そこが皆さんあると思うんですよ、最初に。だから好きなんでやり続けてますね。はい、深くね、研究されて技術を、ね、高められてね、本当に素晴らしいですね。それが中国での長蛇の列につながったんでしょうね。なんか私、中国の方から好かれやすいみたいです。もうパッとされてますからね。そうですね、わかりやすくお綺麗ですから。本当にわかりやすく、どう面白い表現使うね。もし皆さんね、もう全然最初こんなんじゃなかったんですけど、深夜が本当にお世話になりましたね。まあ、こちらこそです。プロラボも、本当にお世話になりました。もうプロラボさん、もう佐々木会長と深夜さんと知り合って、だいぶ私も変わりました。変わったと思います。おかげさまで、もう大恩人です。どういうふうに変わらない？まず知っていただく、お客様っていうよりも、この業界、美容業界で知って私のことを知っていただいてる方が多くなったと思いますね。あと、有名ですよ、もう先生。いえいえ、有名じゃないですけど、はい、多くなったと思います。プロラボさんのパーティーあるじゃないですか。ちょっと今コロナで亡くなってるけど、あの年に1回700人ぐらいですかね。そうですね、やらせていただきましたね。なんか行くたんびにどんどんすごくなって、参加者もどんどん増えていって、でそのたんびにいろんな人から声かけていただくんですよ、プロラボさんのパーティーで。あーやっぱりでもね、それは先生がね、はい、そういう声かけたくなるような魅力を発してらっしゃる。いやいやいや、多分やっぱりずっと関わらせていただいてから、やっぱり会長から応援していただいたりっていう機会があって、SNS 見てましたっていうので、知っていただく機会が多いと思います。多かったと思います。でもやっぱり必然的にね、本当にそういう要素をお持ちだし、エステの業界、美容の業界でもやっぱ注目をされてるのは間違いないと思いますんで、そんな先生のその、はい、まあ考え方の一端はね、今お話しててすごいこう伝わってきたんですけど、その施術という点ではどういう他者のとの施術の違いといいますか、そこをお聞きしたいですね。技術的なところで言うと、小顔って、結構日本人の方憧れてる方多いんですよね。もう骨格から西洋人と東洋人って違うんですよ。なので小顔に憧れてる日本人の女性って多いんですけど、顔が大きくなる原因っていうのが5つあって。5つもあるんですか？5つあるんです。5つあって、すごい興味あります。教えてほしいです。はい、言っていいですか？お願いします。まず1つ目が水太りといってむくみさんタイプ。僕ですね、僕とパンです。パンはまだちょっと、パンはあれは脂肪だと思います。あ、そうそう。ね、そうなんですよ、はい、水太りほっとくとパンくんになるんです。あ怖いですね。怖いな、首がなくなってきますからね。だから水太りは、まあ、冷え性が原因だったりとかするので、冷え性ってそれこそ
ファスティングおすすめじゃないですか、はい、腸がね汚れてると冷えるので、うんうん、腸の温度を上げてあげるとむくみも取れやすいんですよね、うん、であの腸がむくむっていうことすら知らない人多いんですけど、うん、お顔だけのケアじゃダメなんですよね、うん、腸のむくみも取ってあげた方がいい、そういうタイプの方は。でその中であのプロラボさんの商品を紹介したりとかむくみさんタイプはですね、うんうん、で、1つ目が水太り、うん、水太り、はい、次がこれ放っておくと脂肪に変わるんですね。そういうことなんですね。脂肪太りになるんです。だから水太りのうちに、対処、原因を知って対処をしてあげるとまだ楽なんですよね、はい、で脂肪太りに、脂肪太り、はい、脂肪、次が肩太りと言って、肩太りと言って筋肉の使いすぎ、あ、筋肉の使いすぎ、はい、顔のっていう意味ですか。顔のお顔って18個筋肉があるんですけど、特にここのエラのとこに、あの抗筋と言ってこうやって触ってグッて噛んでください。グッて、うんうん、でグッとポコって出る筋肉がありますよね、はい、これ抗筋と言って噛む筋肉って書いて、噛む筋肉なんですね。あの食いしばりが強い人とかグッてやってる人はエラ張り顔になるんですけど、筋肉って鍛えると大きくなるじゃないですか、はいはい、顔も筋肉がついてるので、うん、特にここを使いすぎちゃって、うん、エラ張り顔になってる方は肩太りなんですよね。鍛えられちゃってるわけですね。鍛えられちゃってる。あんまり会社の外の人の個人名出さないで。そうですね。そうですね。尊敬してます。はい、尊敬する大貞治様。はい、そう、肩太りですね、はい。肩太りがあって、で次がこの反対で筋肉の緩みなんですよ。はは、4つ目が筋肉の緩み。筋肉ってゴムみたいなイメージで言うとゴムみたいなもので、使いすぎても良くないし、使わなすぎても良くないんですね。だからたるみにつながるんです、緩み、はいはい、で次が一番最後難しいのが骨格の歪みなんですね、骨格、はい、骨格の歪み。だからさっき言ったテクニックとか技術って、一辺通りで例えば 1時間の施術がもうマニュアル通りっていうテクニックがあったとしても、このタイプの人にはこの技術とかいうのをしてあげた方が血管も早いですよね。そうですね。で骨格の歪みっていうのはそのこのお顔頭蓋骨って23個あるんですけど、うんうん、あの左右差、うん、よく、ご自身でも気づいてない方がほとんどなんですけど、うん、縦のズレだったり、うん、こういう前後のズレだったりって歪みがある、うん、左右差がある場合は、うんうん、歪みが出てるんです、うん、で骨が変形してるわけじゃなくて骨のつなぎ目がこう、うん、歪んでるんですね。徐々に徐々に歪んできてるので、これを整えることによって、土台から小さくなって小顔になるっていう、小顔になりたいね。だから歪みをきちんと見て、そこの歪みをチェックしてるかどうかっていうのは、骨格を扱ってるかどうかの基準にはなるかなと思います。ほとんどがその凝りほぐしだったりそのリンパマッサージとかでも結構顔はちっちゃくなるんですよね、4つ目まではいけるわけですね。どうにかね、そうそう、機械使ったりとか、ただ骨格に関して言うとやっぱりもっと専門的なところになるので、ただの小顔だけじゃないところはあるんですよね。なるほど、いやそれ分かりやすいですね。ありがとうございます。原因、それじゃ見極めるところから始まるんですね。最初はそうです。歪みのチェックをして、でどのタイプなのかっていうのを、はい、カラスが挨拶に来ました。カラスが来ましたね、うん、おなるほどね、どのタイプなのか、はい、はい、そうです、そうなんです、はいはい、あの先生ね、はい、オリジナル化粧品もされてるじゃないですか、はいはい、あのそちらの話も少しお聞きしたいんですけど、あ、はい、ありがとうございます。そのオリジナル化粧品の
その販売についてのなんかこだわり、はい、わりになるって聞いて、販売についてのこだわり、うん、まあ、商品の特徴っていいですか、うん、はい、普通の化粧品っていうのは、うん、皮膚のケアが多いんですね、皮膚、うんうんうん、表の表皮なんですけど、そういうもんですもんね、だって化粧品って、はい、もうその奥入っていかないように皮膚の構造でできているので、うんうん、ただ筋肉と脂肪までもっと奥の方まで働きかけるように作っていて、こう塗ったらもう顔が変わっていくっていう特徴があります、うん、イオンがずっと出ていて、それがマッサージ効果というか、ツボって見えないですけど、うん、あるんですね、うんうんうん、で3つの鉱石を入れてるんですけど、よく温泉治療っていうか、なんていうんですかね、温泉で湯治、湯治、はい、うん、って言うじゃないですか、はいはい、あれって海外ではもう医療なんですよね、うん、で、あれ何かっていうと、うん、温泉の中に溶け出した鉱石が勝手に壺に効いて体調が良くなるんですよ。ああ、そういうことなんですね。そう、だから温泉地によってその泉質によってお医者さんがあなたの症状だったら温泉地に行きなさいっていう、その泉質によって変えていくんですね。で、日本ぐらいなんですよね、その温泉の勝手にどこでも行ってるのは。ただ湯治っていうのはそういうふうに鉱石が壺に効いてっていう作用があるんですけど、この化粧品も鉱石3つ入ってるんですけど、どの方にも合う鉱石を入れていて、それが勝手に壺状で作用して塗って、もうすぐ顔が上がっていくっていう。あ、面白いですね、はい、塗りたいですか、うん、すいません、今日持ってきてますごめんなさい、すごい、今度お会いした時も夢のようですね、本当に3つの鉱石の力、はい、でスキンケアもできるっていうような面倒くさくない商品を作りました、塗ったらこうキュッと小顔になるみたいなことですか、はい、へー、そうです、すごい、それはだから初めて塗る方には、はい、どっちか右か左か選んでもらって、うん、半分だけ塗るんですよね、パッと塗ったらもうガッと上がって、わー、いいですねそれはでもインパクト強いからすぐにやっちゃう商談ってなりますよね、お金と相談してやっぱりどうしてもなんか、女性って結構なんて言ったらいいのかな、石橋叩いて渡る慎重派な方もいらっしゃるので、うん、一回考えたいとかいう方もいて当然なんですよね、うんうん、で特にどうしてもエステ業界ってまだまだなんかブラックなイメージがあるんですよね、昔なんかよかったもう売り、うん、なんだろう、ローン組まされたとか、まだまだあって、今もう少なくなってると思うんですけど、なんか買わされるとかそういうイメージっていうのがあるので、そこはなんか少なくとも私は払拭したいなと思っていて、そのイメージは、だから買わなくていいですよって言って塗ります。いかん、うん、そうです、はい、ねえ、だから本当にすごい商品を持たれて、それをね、加盟店のエステの加盟店さんにね、はいはい、広めていらっしゃる、ですけど、先生ここでですね、ちょっと一曲、はいはい、歌の方ですね、そうですね、動画ご用意いただいてますよね、あ、そうですね、曲の代わりにそれ流そうかなと思ってるんですけど、いいですか、はい、あ、いいですね、はい、さすがですね、じゃあそれお願いします。Thank you.
ありがとうございます。入ってるんですか。ねえ。思えばあの東京大学で講演もされて、はい、ねえ、はい、本当に素晴らしい講演でした。ありがとうございました。もう本当びっくりしました。もう、ね、佐々木会長の東京大学にこの姿で、はい、このままでこのギャップも素晴らしかったです ね、 そうですね。この格好ではないですけど、あの吉岡社長と一緒にいるとよく言われるのが、はい、あの方は何をされてる方どういうことですか。どういう意味かな。タレントさんってやっぱ思われる方が多いので、うん、なんかあのプロラボさんのパーティーやるじゃないですか、はい、いつもなぜか芸能人席に座らせていただいてる、うん、あの芸能人席にいつもいるから、はい、なんか写真撮ってくださいって一緒にこう言ってくれる方いらっしゃるんですけど、いや芸能人じゃないですよ。でもその感じございますよね。そのねオーラって言うんですか、はい、オーラが僕らと違います、はい、普通じゃないオーラが、よく言い、普通じゃないですか。普通じゃないオーラ。普通じゃないですか。本当にね、素晴らしいご活躍ですけど、吉岡社長の、はい、あのプロラボとのご縁の関係は、はい、何だったんでございましょうかね。一番最初にプロラボさんの商品を知ったのは、はい、今あのBH さんって言って、 BH さん、はい、所田社長、はい、所田社長のところの、今プロデュースしたり、商品をねさせてもらったりとかでお世話になっているんですけど、 その美容商材の雑誌の中にプロラボさんの商品があって、ハーブティーを一番最初は飲んでいて、特にデトックスティーもうあれがないとっていう状態で、あれだけはずっと続けてたんですよね、うん、BS さんから取って、うん、で、その後にあのビューティーワールドでご出展されていて、で会長とか社長さんってどんな方かも知らなかったんですよ、その頃は。派手な、存在薄いですか。あのすごいじゃないですか、パッケージっていうかデザインがプロラボさんの すごいね。どんだけ派手な社長が出てくるんだと思いますよね。そうイケイケな社長なんだろうなって思ってたんです私の中で。でももうバーンといつもバーンとビューティーワールドいつもバーンとされてて、である時この水素水と酵素をそのブースで飲んだ時に、その時ねまだ東京にあのアゴラがオープンする前だったんですけど、そうでした。スタッフと5、6人で福岡から行ったんですよね。なんかあれなんで連れてったんですよ、で全員でその酵素と水素水を飲んだ時に、あの飛行機に乗るとむくんだりするんですよね、でその日もまあまあむくんでたんですよ全員、で酵素と水素飲んだら、むくみが取れたんですよ、でもう飲んですぐもう全員、さっきお手洗い行ったばっかりなのでにあのトイレにどんどん行って、うんうん、あの水すごくないみたいになって酵素とセットかなみたいな、どっちかなみたいな、であれ欲しいってなって、たら欲しいって言っても仕入れさせてくれないんですよねプロラボさんって。もううまいなと思ったその時、その時誰も知らないんですプロラボさんの、ね、誰も知らなくて、はい、で、いや勉強しないと取り扱いできませんよと言うので、うん、じゃあ行きましょうかと。でもそれもすごいなと思ったんですけど、それも今無料でやってるんですかそれは。今そうです、今無料 で、はい、無料で、だからもうその入り口が無料っていうので、勉強して2時間ぐらい、はい、でその時に新谷先生がいらっしゃってて、新谷がその時にやっぱり2時間新谷先生の話を聞くとこれはやんないとなってなるんですよね。ありがとうございます。いやありがとうございます。でもうなんか正規取り扱い店みたいな、はい、もうちゃんと勉強もしたし、がきっかけで、それがきっかけで商品をいろいろ増やして、
そういう勉強会に参加すると増やしたくなるんですね。そういう仕組みになっております。私ももう新井谷先生マジックにまんまとまんまと引っかかって。吉岡先生ものすごい勉強されてて、フララボがケースを出した時にアゴラのお店にケースの勉強会に行ったんですよ。ケース出ましたって言って、そしたら冷蔵庫から、あ、私もうケースを使ってるのって言って、もうそういう美容の最先端の知識がやっぱりね、感度もね、そうなんですよ。アンテナも高くいらっしゃいますよね。その時に、うちの担当だった田村さん、はい、田村でしたね当時、はい、言ってたんですよ、ケイ素だし、ケイ素だしって、はい、プロラボさんからケイ素だしって。でケイ素って、本当のケイ素とそうじゃないケイ素ってあるんですけど、うん、高いんですよそもそも、うん、そうですね、うん、高いんです。でプロラボさんから出たやつが安いし内容もいいし天才じゃないと田村さんに無駄に褒めて無駄に褒めてなんかありがとうございますって田村さんが言ってましたけど何もしてなかろうって何もしてないよねって何もしてないですねでもケース出した方がいいよって言っても、そっからだから早いですよね。だからあれは田村さんは多分言ってないとは思うんですよ。ケースを出しましょうって。そうです、言ってないです。同じようにアンテナ張ったってことですよね。そうでしょうね。そうだと思います。だからその後一時して出たから、で、うわーすごいって、もうちょっとケースの話をするとまた長くなるんですけど、出す商品全部こだわりが、もともと知っていてもこう超えてくるんですよね。嬉しいです、ね、嬉しいお言葉嬉しいお言葉。製造の過程とか、はいはい、材料とか、うん、思ってたものを超えてくるから、うん、毎回、うん、こういうのが欲しいなって思ったのがどんどん出てくるんですよね、プロラボさんからだから超えてくる、ニーズを超えてくるので、超えてくる、嬉しいです、褒めの最高の褒め言葉、すごいお褒め言葉いただきましたよ。いや、はい、本当にでもね、いろいろとご愛顧いただきまして、こうやって僕らもメーカーさせていただいてるんですけど、はい、吉岡社長に聞いてみたいのが、はい、まあそのこれからの将来はどんな感じで、はい、こうまあビジネスもまたはね、そのプライベートでもね、どういう生き方どんな感じでこうイメージされてるのかなって思ってます。まあそうです ね、若く見せてますけど中身は分からない。いやいや、答えづらいですよ。やっぱ年齢によって目指すものは変わってくるんですけど、30代、今28歳って言い張っちゃってるんであれなんですけど、息子22歳なのに6歳の時に、6歳の時に、なるほど、ワンちゃんみたいなね6歳、若い時ってやっぱりあれしたい、これしたい、こうなりたい、ああなりたいっていうのをいっぱい持ってた方がいいと思うんですよね。でやりたいことはもうとにかく全部やって、だいたいやり尽くしてきてるんですよ。だからなんか悪あがきしないようにしてます。そのお仕事に関しても、まあ、自分のプライベートに関しても、どこかあの流れに身を任せるみたいなところはありますね。そうですか。やっぱりこう状況って自分と思ってない、そのこのコロナに関してもそうだし、変わるじゃないですか、だからニュートラルな状態にしておいて、今この状況で自分ができることっていうのを、なんか前は先に考えてだったんですけど、起こったことに対して自分が何ができるかって、その都度考えるように
するようになんかなってるんですよ、今。もう若い頃からいろんなことをやり尽くした感もやっぱあるんですかね。あの渋垣隊の深川くん、深川さんを紹介してもらって、はい、ふっくんが言ってたような気がするんですけど、10代からすごかったって。あ、そうですか。10代から。そう。10代からお知り合いですかってびっくりしたんですけど。もう何年前に知り合ったんですかね。28歳って言ってるのに多分もっと長め。そうですよね、生まれる前からです。そうですね、生まれる前から知り合ってますから、もうだいぶ長いですね。本当に10代の時もお会いしてみたかったですけどね。いや変わんないです、うん、濃い人生でございますね。いやもう充実はしてると思います、良くも悪くも。いや悪くはなかったですけど、あのやっぱりこういろんな経験ができるっていうのは宝だなと思ってて、あのそうですね、なんか何にもしないとか、無難なことを選ぶよりは、何でもこうやった方が楽しいなっていうのはあるので、いつもその状態、なんかやらないことよりもやることを選ぶようにはしてますね。すごい、そういう意味ではね、行動力もね、すごいですし、ですよね、アンテナ、美容の感度もね、はい、技術もすごい。もう美容に関して言うと、ね、その仕事っていうとこじゃないんですよね、もう自分が興味があるから、勉強とかじゃないんですよ、はい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 、もう知りたいっていうのはもう自分のことだから、でそれがは仕事になってるっていうか、お役に立てることにつながってるみたいな感じ。転職ですね。転職ってもう自分が多分一生多分美容は、あのずっと興味があると思ったんですよね。あのちょっとこうシワが気になるなとかいう時頃に、頃にずっと私は若いって思ってたのが、どんどんこういろんなへたりが見えてくるじゃないですか。28歳にして、28歳にしてはい、じゃないですか。だから多分そこの頃から多分一生多分ずっと美容には興味があるって思ったんですよね、ずっとやめないだろうなっていうのを探求すること。なのでなんか仕事っていうあれじゃないです。はい、好き。美容の仕事以外にこう時間があるときにこうおやりになる趣味というか何かあるんでしたっけ。趣味って聞かれると、夏になったらウェイクボードに行きますね。あ、言われてましたね。海も好きですね。海も山も好きなんですけど、趣味ってなんか一人でもやなんか行くっていうのはウェイクボードですね。なんか仕事前に午前中にパッと滑って、お昼から仕事するとか、パッとシャワー浴びて。かっこいいですよね。福岡だからできるんですよね。いいですよね。海が近いから、でもう都市高でパッと、なんか髪の毛濡れたままパッと戻ってめちゃめちゃね、なんか海が好きな人は憧れるみたいですね、そういう。本当にそれぐらいかな、趣味、一人でやるのかな。ねえ、でも本当にいよいよね、少し時間が、はい、あっという間にですね、はい、もっともっと聞きたいことがあるんですけど、最後に吉岡社長の先生の、はい、まあ、今後のなんか予定とか発信したいことなんかあればぜひ。今後の予定、今商品を新しくまた開発してるんですけど、そうですか。ただ微妙に今タイミングではないんですよね。もうちょっとしたらって感じ。もうちょっとしたらって感じなんですよね。なのでもしよかったら、まあ、インスタとかフェイスブックとかフォローしてもらったら配信していくとは思うんですけど、興味ある方がいたら。そうですよね、はい、BH さんとコラボですか。そうです、はい、コラボして、BH ってね、もう業界の人はね、はい、有名な美容商材の、はい、美容商材の商社で、ね、BH って雑誌が有名ですけど、そういうところでですね、先生が監修をされ
ったり、いろいろイベントで講師やられたりね、はい、本当に今もコロナでねちょっと、イベントはね少し減りましたけどね、昔はよくされてましたですね、はい、もう早くコロナが開いてね、開けてね、また先生のご活躍がねどんどんイベントでも拝見できればと思っております。ありがとうございます。先生は特にご出展ではないですか？あ、BH さんで出るかもしれないです。うん、ですか？本当にこんな感じなんですよね。もうあと1ヶ月ぐらいしかないですか？出ると思いますぐらいの。そうですか。出ないかもしれません。ただお会いにできるかもしれないですね。できるかもしれないし、そうなんですよ、こんな感じなんです。多分出るんじゃないかな。8割出ると思います。あ、じゃあ行った方がいいですね。はいはいはい、ビューティーワールド BS さんの出るとしたら BS さんのブースで、はい、いると思います。じゃあ、ね、出るときはまたインスタとかで発信していただけるから、ね、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしていただいて、はい、いやいや、もうあっという間でしたけど、はい、ね、ありがとうございます。はい、はい、今日はね、吉岡久恵先生、アゴラのね、小顔美容家の、吉岡先生にお越しいただいてお話聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、ではここからですね、エステプロラボの最新ニュースということで、少しだけお知らせを入れさせていただきたいと思います。でこちらですね、3月の30日に書店に並ぶ予定なんですけれども、幻冬舎さんから佐々木会長の書籍が発売になりまして、題名が神は蝶に宿るでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。会長がすごくもう大尊敬されている幻冬舎さんの社長の健城徹さんからも帯にコメントいただきまして、天才と書かれてますね。すごい。こちらどうでしたか、会長、こちらの書籍執筆されまして。もう、広報の斉藤さんに多大なる、はい、多大なるご尽力いただいて、なんとか出すことができました。まあ、これはプロラボがね、これまでやってきたインナービューティーについての、はい、こう取り組みをこう一冊にまとめたっていう感じなんで、はい、ぜひそのインナービューティーの基礎編としてですね、またプロラボホールディングス全体の取り組みもね、ご紹介してますんで、見てみてください。はい、ありがとうございます。新谷先生もこちら監修していただいて、はい、ありがとうございました。はい、どうですか、読んでもらいたいですね。やっぱ腸活ブームとかって言われてますけど、なんか浅いところで皆さんやっぱりやってる方が多いので、なんか一つ神が宿るほどの腸の話をね、皆さんに聞いてもらえればと思います。はい、ありがとうございます。こちら書店に全国で並ぶ予定で、30日からですね、並ぶ予定でございます。価格が1300円税別でございますので、よかったらぜひ Amazon の、なんですか、電子書籍にもなるみたいなので。電子書籍にもなるんだ、はい、すごいですね、それは。はい、Amazon でものブックとかでも買えるので、よかったらぜひ皆様見ていただければ。今日吉岡先生にプレゼントでお持ちしました。発売前ですけど、ありがとうございます。後でお渡しさせていただこうと思います。サインを書いてましたもんね。もう書いてあるんですね。はい、ありがとうございます。先生のは別であるんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、本当にお忙しいところね、はい、今日ね、こう来ていただいた九州からわざわざですから、吉岡先生ね、なんかお友達が YouTube 見てくれて、このあ、先ほどの方、さっきポロンって来てたのが、画像を送ってくれてました。あ、そうですか。見てくれて、はい、いやね、本当にね、ありがとうございました。はい、いよいよね、エンディングですね。はい、そうですね、はい、次回がですね、4月25日ということで、残りあと2回の放送になりますので、本日はありがとうございました。ありがとうございました。